こんにちは。副業サポーター、堀秀夫です。今日は、フィッシング詐欺の、注意記事です。注意記事というか動画です。これね、携帯へ、SMS で、ご本人不在のためお荷物を持ち帰りました。ご確認くださいと。リンクついてるんで、あれ？どうして、持ち帰っちゃったのかなと思って、ついこれクリックしちゃいそうになりますけど、注意してみてもらうとわかりますけどね。通常、不在のためなんていう形で入るんであれば、ヤマト運輸なり佐川急便なりね、何らかの形で書いてあるはずが何も書いてありません。これね、フィッシング詐欺です。でね、面白いことにというかタイミング的にね、本当に荷物が配達される時に入るんですよね。もしかしたらこれ、宅配業者のね、配達員のアルバイトでこういうのがあんのかなと。フィッシング詐欺のメールを送ってうまくいくとなんかね、バックがあるとかなんかあんのかなと。勘ぐりたくなるようなタイミングで、このメールが飛んできます。もといね、誰がどういうね、タイミングで送ってるのかわかりませんけど、何しろもうわからない、ね、誰だかわからないメール、あるいはね、その緊急をね、要するような書き方をしているメール、あるいは SMS。絶対リンクはクリックしないでください。これリンククリックするとね、大抵変なとこ誘導させたり、されたり、変な、アプリが入ったり、ウイルスが入ったりします。で、ちなみにね、この番号を検索すると、この迷惑、ね、電話チェックというところは引っかかって、100%迷惑、メールであると、迷惑電話であると出てきます。ね、結構な数検索されてます。でね、こういうふうにね、同じ文面が入ってると、ね、詐欺だと思いますということで入ってきます。だからね、SMS が入ったら折り返す前にね、どっから入ったか電話番号を検索するというのをね、習慣づけてください。大抵ね、急ぎとかね、思わずクリックしたくなるような文章は詐欺です。またね、本当にこれまずいんじゃないかなという文章でもね、詐欺である場合が多いんで、せっかく私のサポートを受けていただいてるんでね、お気軽にご相談ください。相談内容はね、Amazon 人に限りません。あなたが、余計な努力を使わない、余計な損をしない、得をする、サポートであればね、何でもしてますんで、お気軽にご相談ください。ね、業サポーター、堀秀夫でした。